ローチケチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。加藤和樹です。6月4日に10枚目のシングル、レジェンドイズボーンをリリースします。はい、こちらになっておるんですけれども、今回この楽曲はアニメ魔人ボーンのオープニングテーマになっております。アニメバトルものなんですけれども、それにふさわしい疾走感、そしてパワー、そんなものを兼ね備えた楽曲になっております。子供はもちろんですね、大人が聴いても勇気をもらえる一曲となっておりますので、ぜひ聴いてみてください。そして今回のこちらのカップリングの一人じゃないという曲は、僕が歌詞を書きました。アニメの世界観もそうなんですけれども、こう普段生きていく中でこうやっぱりどうしてもこう乗り越えられない壁だったりとか、試練があります。そんなものがですね、一人じゃなくちゃんと仲間と手を取り合って力を合わせて乗り越えていこうという、そういうことを歌った曲になっておりますので、こちらもぜひ合わせて聴いてみてください。それからですね、このリリースの2日後、6月6日からですね、久々のソロツアー、ソロの全国ツアーに出ます。今回はですね、10カ所全国ございまして、大阪は梅田のクラブクアトロで6月10日にライブをやります。チケットは絶賛発売中でございますので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。以上、加藤和樹でした。